今日未明、福岡市南区で住宅一棟が全焼する火事がありました。住人の男性がやけどを負い、病院で手当てを受けています。消防や警察によりますと、今日午前2時45分ごろ、福岡市南区若久で付近の住人から建物から火が出ていると通報がありました。火は出火元の木造平屋建ての住宅を全焼し、およそ1時間半後に消し止められました。付近への延焼はありません。この火事で全焼した住宅で一人暮らしの54歳の男性が右腕に火傷を負い、病院で手当てを受けていますが、命に別状はありません。男性がファンヒーターをつけて就寝していた部屋が激しく燃えているということで、消防と警察で出火当時の状況を詳しく調べています。